はい、5回戦南の4局日本馬をお送りいたします。ノラが G1 でペイチャですね。で展望状況を見ていただくと、今トップ目でラスウェアの吉田が2着目になります。でこの局面っていうのはできればリーチをしないでリスクをかけずに上がりたい局面なので、厄介を重ねていきたいと思います。まあ、とりあえずね、なんとハクが厄介なのでシャーから切りますね。はい、ここで選択です。まあ、最終形がね、関数ピンとか関浪ピンになるよりも関連ピンの方が、まあ、一般的にはね端っこに寄ってる方が上がりやすいので、まあ、チーピンを切る人もいるかと思うんですけども、まあ、チーピンを残すメリットとしては、まあ、パーピンを引いた時に、まあ、2番目になるのと、現状競っている相手の親の吉田の現物がチーピンになるので、まあ、例えばここで E ピンを切っておけばリーチと言われた時に、まあ、押すつもりはないんですけども、たまたま関数ピンのテンパイを取れてかわすっていうこともできるので、親の現物かつパーピンの2番目の横伸びを見てE ピンを切ります。でここで9ピンを引いてきたので、今度はもうパーピンを引いても2番目になることはありません。だとしたら、まあ2ピンとパーピンの比較なので、まあ吉田が第4打で G ピンが早いのと、まあ最終形がやっぱ最終の待ちが28になった方が上がりやすいので、ここは3ピンを切ります。うまくいきましたね。パーピンを引いて一層のテンパイになります。まあ、この曲のテーマであるリスクを犯さずリーチを犯しせずに役割のテンパイを組むテーマを満たせました。で、なんちゃのツボカーにEピンポンとカンパーピンのチーで最後ダリアンピンですね。これはまあピンズの本一のテンパイが濃厚ですね。でこの局面は、3900までは補充できるんですけども、5200落ちてしまうとトップから2着に落ちてしまうんですけども、まあ、自分現状ね2番目のテンパイで厄介が結構見えてるんですよね。ラブナンも鳴いてないですし、ハツも鳴いてない、ハクも鳴いてないので、厄介があんこじゃない限りは5200にならない。このツボカーの仕掛けっていうのが、まあ、法律のみの2000点の可能性も結構あるんですよね。なぜなら2000点上がると4着から3着に上がることができます。まあ一番嬉しいのは、僕から5200を直撃して僕を2着に落としてからの、まあ、4ラス抜けなんですけども、まあね、そうそう都合のいいことを狙ってるとやっぱツボ感もラスのまま終わってしまうので、まあ、2000点の仕掛けも全然あるなと思っています。ここは自分が一寸その両面テンパイっていうのもあるので、まあ、ピンズは積極的に切っていこうと思ってました。はい、ここで数層で上がってトップを維持することができました。やっぱりね、ピンズの上がね親に安全度が高いので C ピンを残す、あとまあ基本的なことですけども、パーピンを引いた時に2面になるので C ピンを残すというピンズの、ね、1357の形の選択をミスをしないで選ぶことができたのが、この曲の上がりにつながりましたね。はい、どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。